FM802FM 心 FM 心は1九9五年十月十六日に FM ラジオ局としては全国で四十六番目、大阪で三番目に開局した超短波放送局で日本初の外国語放送として開局したつぼねである。開設当初は大阪府大阪市住之駅に本社を置く関西インターメディア株式会社が特定地上機関放送事業者として 放送を行っていたが、2012年4月1日からは、同じ大阪市内の特定地上機関放送事業者 FM802 が、同社の免許を引き継いで放送している。コールサインは、ジョー FM。本校では、関西インターメディア時代を含めた、外国語放送全般の概要について記す。関西インターメディア時代の愛称で、現在の曲名である FM 心の心は、 コミュニケーション、コーペレーション、ラブの各単語のと2二文字を組み合わせた合成語で発音通り心をイメージしている。キャッチフレーズはホールアースステーション。キャッチコピーは日本発オーバー45のためのミュージックステーション。FM 心の演奏所とスタジオが入居する山と南森町ビル上層外1995年1月17日に 発生した兵庫県南部地震の際に外国人への情報提供メディアが乏しい現状が浮き彫りとなり外国語放送局の設立が早急に進められた。このことは放送事業を管轄する郵政省も積極的で1995年までに大阪と東京で外国語放送局用の周波数割り当てと免許交付を行っている。大阪では 主要株主となる関西電力など企業連合が関西インターメディアを設立し開局に至った。現在は外国語放送局が形成するネットワークメグネット参加局の一つ。2008年1月には同社発のラジオカー1台が導入された。2010年4月番組制作を800にメディアワークスに委託する新体制が発足した。これに伴う改変で 外国人向け放送と自治体提供番組、ファン、スタイル、ワールドジャズウェアハウスを除くすべての番組が、刷新されたほか、FM802 と関係のある DJ の出演も行われるようになった。802メディアワークスが制作を担当する番組は、FM 心の放送枠全体の85%にも及んでおり、実質的に FM802 の第二放送の格好となっていた。 2012年4月1日、放送事業のすべてが、関西インターメディアから FM8022 条とされ、改正放送放課で、初めての一社に系統を運営となる。これを受けて、旧運営会社の関西インターメディアは、事業上と後に生産された。2013年10月から、日本放送の制作による、中島みゆきのオールナイト日本月1の、ネット受けを開始した。 日本において AM ラジオ局が自局向けに制作するレギュラー番組を FM 局で放送するのは稀である。2014年3月31日からサービスエリアの重なる AM ラジオ局 ABC ラジオがオールナイト日本ゴールド月目曜分の同時ネットを終了させることを機に当該曜日分のネット受けを開始した。2015年9月28日からの オールナイト日本ミュージック10も引き続きネットしている。2015年2月18日には、上沼恵美子のオールナイト日本ゴールドとして、FM 心のスタジオから、ネット各社へと放送している。アシスタントとして、ヒロデラ・ダイラが務めた。同年10月3日から半年間、日本放送との共同制作番組として、ラジオシャングリー LA を開始。 全国ラジオネットワーク向けネット番組の制作に非加盟局でありながら参加することになった。2014年2月11日、JFL ホリデースペシャル、カフェネスカーフプレゼンツ、ミートエ t ティ、ブックカフェをネット。他地区は JFL 加盟局での放送だったが、関西では加盟局である FM802 ではなく、同一の法人が運営する FM 心での放送となった。 また、キー局のインターフムが2020年9月から、ジャパン FM ネットワークの参加かつ FM、東京をキー局とする全国 FM 放送協議会の特別加盟局となったことから、メグネットでは、関東と近畿がそれぞれ違う系列局の関連局となる現象が発生した。同時に、日本民間放送連盟のホームページのネットワーク一覧では、 その他として扱われるようになり、メグネットは事実上解散状態となっている。コスモタワーのアトリウム、フェスパに面した FM 心のオフィス開局以来、アジア、太平洋地域の言語での放送を行っている。外国人向け番組の中では日本語と母国語を織り混ぜた放送や母国語のみ、または日本語のみで放送する番組もある。放送時間は平日。 30分の帯番組を15こと5分放送する形を取ったが、週1回2時間の放送に改められた。2003年に午後8時以降に集約されたが、2004年から放送時間が縮小傾向にある。2010年4月現在、コ o r o r a l s c o として、コリアンエジチオンチネセアディシャンイングリッシュアディシャンスパニッシュアディションポー初期スエディションの曜日別に、韓国語、 中国語、英語、スペイン語、ポルトガル語の語言と,と、日本語を織り混ぜた放送とフロムオーバーシーズとして、sri, lan, kap, hili, ppin, eth, ail, a n d indon, esia, vietnamala, ysia, india の曜日別に7、各国のアジア地域の言語での放送が行われている。なお from、フロムオーバーシーズ。 司教友人は放送日翌日から、ポッドキャストにて楽曲を除いた内容で約4週間パソコンでの聴取、ダウンロードができる。ローギーと呼び、PSA と同じである。放送エリアにある2府4県と4つの政令指定都市が提供する広報番組を放送している。週末の放送が主であったが、平日に関西スコープとして再編成。2009年4月から、 ココロアースカラーズ内にて韓国語、中国語、英語、スペイン語、ポルトガル語にて放送されている。また、2010年4月より、ココロアースカラーズが1時間番組になったため、平日のワイド番組、ミュージックモーニング765、パシフィックオアシス、アフタヌーンデライト、MARK、e ミュージックモードの各番組内でも、各自治体の情報を提供している。 2005年4月に平日夜に行こう、奈良県と滋賀県が提供から外れた。また、大阪府も広報関係予算削減の影響で提供を取りやめている。2010年5月より、兵庫県、京都府、京都市のローギーが、ポッドキャストにて、パソコンでの聴取、ダウンロードが可能になった。意欲的なのが、国際交流に関する番組、上幸信らが出演する。 長寿番組は少ないが、2010年4月現在も、ON The Move ウィークエンドパスポートの2番組が、ワイド番組のコーナーとして放送されている。一方で、英語と中国語で日本語講座番組を放送、外国人の日本語学習に役に立とうと企画された。2007年7月から2008年12月まで、日曜日22時22時55分に、 JFL 系列局である JWAVE 製作の L ・エアーデパリが同時ネットで放送されていた。メグネット系列局ネットワーク番組に関しては2007年4月開編にて日曜21時23時のインター FM897 からのメグネット系列局同時ネット番組2010年4月開編にてウィキウィキハワイ、o n ザトレードウィンドの放送がそれぞれ打ち切りに なったため、長年メグネット系列局ながら、メグネット系列局ネットワーク番組が存在しなかった。だが、二千十四年四月から二千十七年九月までは、インター f m 八九七制作の、ノーフェードアウト、本タイムを、ジソネット、二千十六年十月から二千十七年三月まで、ラジオエウトピアがインター f m 八九七と、ラジオネオで、同時ネットされるなど一部的に、 ネットワーク番組が復活している。また、2017年10月からは同じくインター FM897 制作のビームストーカルチャーストーリーの時差ネットを行っている。FM 心で放送されている生活情報のコーナー。番組の合間に入れられる。担当アナウンサーは FM802 インフォメーションと同じく聖タレントプロダクション所属タレントが担当している。 ありがとうございます。